とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使って、デイリークエスト、行きます。デイリークエストって、古代狩りより難しいからね。やっぱりデイリーのプラス25が、一番の鬼畜クエスト、ですね。装備これ!スパイダーアーマー!これね、以前まではエンチャントでクールダウンを2つとスピードシナジーだったのよ。今回はクールダウンを1つ抜いて変更を入れました。これでね、さらに、生存率上がるんじゃないかな。弓を半分の確率で跳ね返すんで、生存率は上がると思うんだよね。で、闘志の締め具の黄金。これがエンチャントで、旋風輝き爆発。これ爆発がね、微妙なんだよね。ここをね、衝撃波か、クリティカルだったらベストだったんだけどね。で、黄金スキルが吸血です。これもね、吸血レベル2なのよ。レベル3だったらもっと良かったけど、まあまあ、いい感じになると思います。行ってみましょう。ここだね。寺院をやってます。寺院。で、デイリーミッションのここが、プレイヤーが獲得した魂が4倍。と流れ込む魂をつけてます。でもソウル系じゃないんで、別に俺は意味はないかな。で、相手が 100% 追い打ちを持ってるっていう、なかなか厳しいところですな。まあ、行きましょう。このデイリークエストは、敵を倒すんじゃなくって、いかに生存できるかっていうのがポイントなのよね。どれだけ生存できていけるかがポイントなんで。おし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 。ああ。これね、悩んだんだよね。エレメントのカバンにするか、ソウルヒーラー入れるか、すごい悩みどころだったんだけど、まあまあ。エレメントのカバンで、ちょっとでも数を減らしていければいいかなっていうところです。じゃあ、もう生存率は抜群だと思うのよね。生存率は。だって、おお、やばいぞ。これはやばい。あ、でもいける。よし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 。だってね、おお、輝きもついてるし、吸血もついてる。で、さらに言えば、この、スパイダーアーマーで、HP も吸収するんで、抜群だね。これにソウルヒーラー入れてしまえば、もっとすごいと思うんだけど、あ、いや、これソウルヒーラーの方がいいか。いや、ヒーラー入れたところでな、回復量よりも、でかい攻撃もらってしまったらもう終わりだもんね。なんで、このまんま行くか。なんか全然いけてるよ。全然いけてる。でも、いつもの装備にね、比べるとやっぱり、移動速度が遅くなるっていうのが、若干ストレスではある。若干ストレスではあるんだけど、まあまあまあ、全然、いける。このスパイダーアーマーは、いいところはあれだもんね。遠距離攻撃で攻撃しても HP を吸収してくれるんで、ここがいいよね。じゃあ、いいね。減ったとしても、全然、弓の攻撃で回復していけてるんで。おっしゃあ、わははははは。俺のこの硬さ、半端じゃないな。驚くほど硬い。もう、今までの装備の中で、あ、これナンバーワンだよ、ナンバーワン。やっぱクールタイムと、あれだね、変更がついてるっていうのが、むちゃくちゃいいね。あと、スピードシナジーよ。スピードシナジーのところが、ポーションバリアだな。だったらもっと良かった。
で、さらに言うと、まあ、黄金スキル。黄金スキルで、そうだね。何がいいだろう。デスバーターとかを、そこら辺が出てきてくれれば、もう最強なんだけど。武器はね、そこそこ、いいの持ってるつもりなんだけど、防具がね、まだ黄金装備の、いいやつを持ってません。おそらく昔はね、出たと思うのよ。でも、その頃って、クールタイムが、3つついてないと、ちょっと話にならないなーって思ってた頃なんで、もしかすると、最高のやつ俺ね、売っちゃってるかもしんない。もしかすると。その可能性はね、かなり高いのよ。もうすっごいもったいないことね、してる可能性がかなりある。オッケー。まあまあ、とりあえずこんな感じで、ボスまでは全然いけそうだな。おー、ゴーレムがハマってくれてよかったー。死ぬとこやった。ここハマっちゃえばね、もうこっちのもんだ。撃破ー。でもアイテムなんも落とさんかったか。結構簡単に、ボスまで来れた。おお、今までの装備の中では、やっぱこれね、最高だわ。やっぱスパイダーアーマーが、優秀すぎる。これ締め具だから、ちょっとあれかもしんないけども、他の武器だったらば、スパイダーアーマーいいね。締め具だったら、ウィザーの防具の方が、上かな。いやー、でも、素晴らしい。本当にすごい。ボス行ってみようか。問題ボスだよね。結構難しいかもしんない。いいか。まあまあ、普通に。いや、待て。いや、ドラいるよね。ドラはいるわ。ドラは絶対いる。ドラないとちょっとダメージ与えられないかもしんない。怖っ。ここがきつそうだなぁ。どこや？よっしゃ、おっしゃ！待って、まず、雑魚を潰してやね。あ、ドラに当たってない。ドラに当たってない。よし。いいよ。おし！お、きついぞ。よし、でも回復できてる。よし。いけ！いいぞ！押し込め！あー、きつい！きつい！よし！全然回復できてる。よし！よし！おっしゃー！いいね。いいね、いいね、いいね。じゃ、このまま、クリアしていきましょう。防護のネクロマンサー買って、むちゃくちゃ硬い、こいつ。いや、クリアできた。やった。いけたよ。さあ、クリア後の、アイテムなんだ？防具。ミステリー。あー、でもまあ、スキル次第だね。253、むちゃくちゃ高いよ。見てみましょう。あー、残念。残念です。こっちも残念だね。はい。まあ、今日はデイリークエスト行ってみたけども、めちゃくちゃ良かった。今までの装備の中でこれほんと最高だったな。うん、締め具に吸血と輝きあると、全然違う。まあ、あとは吸血がレベル3であって、で、爆発を、ここをね、衝撃波かクリティカルだったらば、もっと最高だろうね。で、スパイダーアーマー。これも黄金装備になって、そうね、クールダウン、変更、デスバーターの、ポーションバリアか、ぐらいだったらもう最高だね。でも本当にね、このクールダウン2つからクールダウンと変更これに変えてから全然変わった。むちゃくちゃ強くなったね。
はい。またね、いろいろと試していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。